冒険者たちガンバと15匹の仲間は、斉藤厚夫の児童文学作品。挿絵は、矢部内まっさゆき。1972年、アリス館、マキシ新社より刊行された。現在は、岩波書店から発売されている。前作、グリックの冒険に登場し、脇役ながら強い印象を残したガンバを主人公としたスピンオフ作品。ガンバの最初の冒険であり。 最後で、ガンバが冒険者として生きていく決心をする。時系列的には、フリックの冒険よりも前の出来事である。当初、斉藤はガンバを主人公とする作品の執筆には乗り気ではなかった。しかし、仕事で八丈島に行った際にイタチを目撃したことから、イタチに興味を抱くことになった。そして、八丈島のイタチがネズミ退治のために、 栃木県の養殖所から連れて来られたことを知って、ネズミとイタチの戦いを描きたくなり、ようやくガンバを主人公とする作品の構想が出来上がったという。町に住む町ネズミのガンバは、幼馴染の満腹に誘われて海を見る旅に出る。2匹は港でネズミのパーティーに参加するが、そこへ全身症だらけのチュータが現れて助けを求めた。 チュータによると、夢見が島で、イタチの呪い一族に襲われて、ネズミ仲間たちが激減しているという。船乗りネズミの学者や良い書は、呪いにあったが逃げるしかなかった過去を語り、ほとんどのネズミは、チュータと共に島に渡ることを拒んだ。ガンバだけがネズミたちの情けなさを嘆き、チュータと共に、夢見が島行きの船に乗り込んだ。しかし、 ガンバに心を動かされた学者や酔い所たちも別経路で船に乗り込んで総勢16匹になった。途中、中太は一向に状況説明をした。年中温暖で過ごしやすい夢見が、島はネズミたちにとって快適な島だった。2年前にイタチが現れてネズミが激減。今年の春には200匹ほどになってしまったネズミたちは今後の対策を相談した。 中太のおじの時だけが、島から逃げることを提案したが、大反対されて一匹だけで、港の方へ逃げた。残りの二百匹はいたちに囲まれてしまい、散り散りに逃げた。山の中原のほら穴にたどり着いたのは十七匹だけ。食料も少なく八匹が別行動を取り北の山の裏に向かった。痩せ細る家族を置いて中太は助けを求めて、船に乗ってきたのだった。 一行はガンバをリーダーに選び出し、今後のことを話し合った。島に着いた一行は、イタチに注意しながら中タの家族のいる北の山を目指して、ニウマ車に乗ったり、海岸を走っていった。途中でつぶり率いる50羽の大水なぎ取りにあった。つぶりたちは、呪い一族に妻を殺され、卵を潰されたため、呪いに復讐を誓っていた。つぶりは、 呪いについての情報交換をしたり食料を援助した。さらに行くと、高倉から縄を垂らして出入りしているネズミたちを発見し、高倉の中に招いてもらった。しかし高倉ネズミたちは、ガンバたちの活動でいたちに見つかる危険を考えて、高倉の中に閉じ込めようとした。高倉の中には、食料はあるものの、水を得るには外に出なければならず、それだけでも危険だった。 ガンバはカリックにこっそり穴を開けさせて逃げた。一行がチュータの家族のいたホラー穴に着くと、イタチの痕跡があり誰もいなかったため絶望した。しかし、チュータの家族はイタチから身を隠すように海岸の岩山の穴に避難していただけだった。ガンバたちはたまたまホラー穴を確認しに来たチュータの姉の塩路に会い、共に海岸へと逃げることになった。 そこへさらにイタチの襲撃を受けた高倉ネズミたちも合流し、海岸から少し離れたところにある岩山の穴で、中太の家族と合わせて100匹のネズミたちがイタチを迎え撃つ準備をした。その夜はイタチの襲撃はなかった。翌日、月が穴を照らすと、数の上で優位な高倉ネズミの七郎がガンバに代わって、全体のリーダーとなりガンバたちを追い出そうとしたところ、 海岸に、イタチが現れた。イタチを前にして、弱腰になった七郎に代わり、再びガンバが、リーダーになった。宴会の準備をして、ネズミたちを招待するという呪いに対し、ガンバや、よいしょ、学者、イカ様たちが絶戦を繰り広げた。呪いの誘惑に負けそうになる、ネズミたちが、穴から出ようとしたが、使用時の叫びに、一同は、正気を取り戻し穴に戻った。 呪いは、昼間手出ししないで次の晩に来ることを宣言して去った。二嫁目に呪いは美声を披露し、他のイタチもが唱を始めたところ、ほとんどのネズミが催眠術にかかったように岩穴から出て、海に飛び込もうとした。その時、岩山から詩人が声を張り上げて歌い、イタチの歌を打ち消した。さらに、バスと、 テノールが詩人に続いて、イタチの歌を乱したので、イタチたちは再び撤退した。三嫁は、呪いに続いて、イタチたちが踊ると、ネズミたちは再び釣られて穴から出た。しかし今度はバレットが、穴から走り出て呪いとダンス勝負をした。両者は互いに譲らなかったが、呪いがイタチたちに別々のダンスを踊らせると、一匹ではついていけない、バレットは負けた。 そこで、塩地が島の祭りの踊りを始め、他のネズミたちも一緒に踊ると、呪いの術にかかることはなくなり、イタチたちはまた姿を消した。翌朝、学者は、祭りの踊りの歌から、年に一度、満月の夜に潮が引いて、近くの小島まで泳いで渡れる距離になることに気づいた。それは、明後日の朝なので、泳ぎがうまいイタチの追跡を逃れて渡るために、 つぶりたちに助けを求めようと学者は提案した。日中、イタチは海岸に食料を積んで、ネズミたちを誘惑し続けた。夜になると呪いは、他のイタチを下がらせて、イカ様とガンバを海岸に招待し、食べさせた。安心させて、他のネズミたちも呼ぶ作戦だったが、岩陰に、イタチたちが潜んでいることに気づかれ失敗した。失敗続きの呪いは、リーダーの座を割れ、 イタチたちが小賢しいことはやめて、一緒に食べようと提案した。誘いに乗りかけた高倉ネズミたちを抑えて、老いぼれが、イタチのもとへ向かった。老いぼれの正体は、時ということに中太の父親が気づいたが、老いぼれの決心は変わらず、単身で海岸に乗り込み、イタチの残虐さを身をもって証明して死んだ。夜が明けて、イタチとの戦いが始まり、 ガンバとイダテンは、つぶりのところへ向かった。日のあるうちに、イタチたちは海岸に戻って休んだ。ネズミたちは疲れきっていたが、いつも通りのんきなボーボによって、バガなゴミ、元気を取り戻していった。この日、呪いは現れなかった。次の朝、冷たくなっていたボーボの体は海に沈められた。呪いの監視を逃れながら一行は、泳いで小島へ向かったが、 途中で見つかってしまったので、ガンバの仲間の11匹が殿を務め、いたちたちに向き合った。ガンバがいないことに気づいた呪いは、ガンバを殺したことにして、ネズミたちを揺さぶった。ガンバを信じる塩字が絶戦を繰り広げたものの、呪いの爪で胸をえぐられた。ネズミたちは奮闘の甲斐なく一箇所に集められ、絶体絶命の危機にさらされた。そこへ、 ガンバたちが50羽の大水泣き鳥と共に戻り形成、逆転、泳ぎが得意なイタチたちも空からの攻撃に放す術もなく全滅した。そしてネズミたちはつぶりたちによって元の島に運ばれた。中タが島に残ることを決めた一方、どうしても同行したいという島のネズミが3匹、ガンバたちの仲間に加わることになった。 ガンバは塩地に告白しようとするも、塩地は池を引き取った。塩地を埋葬した二日後、ガンバたちは元の港に帰るために船に乗り、ガンバは仲間たちと共に冒険者として生きていくことにした。1975年4月7日から同年9月29日まで日本テレビ系列で放送された。全十六話、二千十四年七月十九日から同年十月十一日。 放送。読みは、ベビーガンバ。冒険者たちからガンバと15匹の仲間のキャラクターを原案とした2分間のショートアニメ。映画、ガンバガンバと仲間たちのスピンオフ作品。キャストスタッフ1984年3月4日公開。テレビアニメ、ガンバの冒険の総集編。2015年10月10日に公開された 3DCG アニメ映画、白組が 構想15年、総制作費20億円をかけて制作した。キャラクターデザインは、テレビアニメのものとは別物である。また、原作にはいるが、テレビアニメ版で登場しなかった、満腹等が登場する一方、原作、テレビアニメともに登場した詩人等は登場しない。公開初週土日2日間の全国、映画動員ランキングでは、初登場7位。 全国596スクリーン公開で、動員58,740人、公衆7、505万3,900円にとどまった。これは1スクリーンあたり観客動員が2日で100人弱であり、最終公衆は3億円で、制作費の7分の1程度という結果になった。あらすじ主人公、ガンバとその相棒、満腹は都会に住む、町ネズミ。ある日、 ガンバは街での窮屈な暮らしに飽きてしまい、海に向かおうとする。その途中、ガンバたちは船乗りネズミによるパーティーに飛び入り参加する。そこには船乗りネズミのリーダーよいしょやその仲間たちがいた。ガンバたちは彼らと親しくなる。ところが、そこへ傷ついたネズミの少年、チュータが呪い率いる、イタチ軍団に仲間を半殺しにされ、船乗りネズミたちに助けてほしいと頼む。 しかし、ネズミたちは、呪いを恐れていた。それでも放っておけないガンバは、呪いを倒すため、中太の故郷を救うため、万福や、よいしょ、学者、イカ様、ボーボーを連れて、中太の故郷の島へ向かった。キャストスタッフ受賞ガンバガンバと仲間たちに関する、カテゴリー。ありがとうございます。